代々木八幡駅は東京都渋谷区代々木五丁目にある小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は O04 新宿管区の代々木上原管内に属する。島式ホーム一面二線を有する地上駅である。当駅付近は小田急電鉄で最も急なカーブとなっているため時速 45km の速度制限があり、通過列車は低速で通過する。 また、代々木上原よりは、地下からの東京メトロ千代田線の合流のため、上下線間の幅が開いており、ホームの幅員も広い。急カーブのため電車とホームの間がかなり開く箇所があったが、橋上駅化され、稼働ステップが設置されたことで緩和されている。当駅では接近放送の他に到着放送も用意、されており、到着放送において乗り、降車時の注意放送を流している。 地上駅舎の相対式ホーム時代は有効長が8、両分であったが、重量化対応にあたり線路外側の道路への支障を避けることと、福音確保の観点から、島式ホームを新たに整備することとなった。2019年3月16日ダイヤ改正より、従来の地上駅舎、相対式ホームに代わり、新しい橋上駅舎、島式ホームの共用が開始され、 ホームドアと可動ステップが設置された。新駅舎は、代々木公園など、近隣の自然と調和するように内装に木材を多用し、大型のガラスで自然光が入りやすいようにした。トイレでは一部に、旧駅舎の木材を再利用した。なお、ホーム整備に伴い、代々木上原駅寄りにある踏切は2017年3月、従来より、 やや西方の山手通り高架の真下へ移設された。2019年3月16日大夜改正から、京上駅舎となり、エレベーター及びエスカレーターが新設された。2020年度の1日平均乗降人員は15,560人で、あり、小田急線、全70駅中51位。近年の1日平均乗降人員、乗車人員の推移は、下表の通り、 山手通りをくぐり、駅に進入する、上り列車蒸気のほか渋谷センター街などの渋谷中心部へも、徒歩、約20分ほどで行くことができる。山手通り沿いに、代々木八幡駅入り口停留所がある。渋谷方面乗り場は、駅西口のすぐ正面に位置している。富谷小学校側乗り場代々木八幡駅側乗り場1212 12年に、創建された、 代々木八幡宮が駅近くの丘の上にあることに由来する。ありがとうございます。